おはようございます。白岩です。今は2019年9月8日日曜日の朝7時前ですけど、今日もゴミ拾いの様子を動画に撮ろうと思います。今日は昨日行けなかった池田東静岡公園ですね。 JR 東静岡駅のドグランシップというコンサートホールなどの近くにある公園の方に行こうと思います。これが大谷放水路といって人工の川ですね。タミヤの工場があります。プラモデルの有名な会社ですね。以前ここで亡くなられた方がいるんですが、1周年かなんかなんだと思います。この道をゴミ拾いしてます。この道をゴミ拾いしています。この道以前はこちら右側に草がぼうぼうで、そこにゴミが、溜まっていて困ってたんですが、1年ぐらい前に草をカットしてコンクリートをちょっと敷き詰めてくれたら草が生えなくなったので、すごい掃除は楽になりました。薬のゴミが落ちてました。目的の公園に着きました。池田東静岡公園です。今朝は天気がいいので気持ちがいいです。ただ台風がこれから来るので気をつけないといけません。落ちています。アリがいっぱいいますね。公園もなんですが、ゴミがありました。帰りますか。池田公園もですけど、この雑草を買ってないですね。市が委託している業者さんがサボってもらうのか、雑草を借りをしてないみたいで泥棒になってます。草が多いと雰囲気が良くないのでそうですね。スマンだとT シャツですね。 T シャツがあります。子供たちが遊ぶので、その公園は綺麗にしといてもらいたいなと思うんですけど、全体的に今年は草が刈られてないんです。富士山が向こうに見えますよ。富士山です。コンビニのサンドイッチのお店がありました。池田東公園のゴミ拾いが大体終わりました。今日はゴミはそこまで多くないですかね。こんな感じです。今年の夏の印象として草がボーボーだっていうのですね。昨日ゴミ拾いしていて言われて気づいたんですが、草の管理がされてないみたいで、どの公園も草がボーボーです。子どもたちが遊ぶ公園なので早めにきれいにしてほしいかなと静岡市には思います。出発地点に戻ってきたんですけど、ゴミが見逃していました。見てるようで見てないっていうのがゴミですね。全部見切れてないので、拾い漏れがどうしても起こってしまいます。でもアリがいっぱいいましたね。なんか申し訳ないですが、アリくんにここにもいっぱいありました。忘れ物だと思いますけど、捨ててしまいます。
帰り道のこの通りはゴミが多いです。ここに草があるのでここに引っかかってしまうんですよね。取っていきます。ビニールゴミが引っかかって飛んでいかないのが、細かいゴミはありますが、キリがないので外無視します。向こうに正面に見えるのがマクドナルドですね。マクドナルドが移転するところで建築中です。マクドナルドです。オープン日が1週間ぐらいかな、こうやって告知されて11月12日まだ2ヶ月ぐらいありますので、すごい僕としては楽しみです。先月マンションを取り壊したんですが、もう作るようで着工しても基礎固めしてます。看板が向こうにありますね。アパートでしたが、また何か作るみたいなハウスで新築、個人の住宅を作るみたいですね。寺乙女さんという方で、相続するのかな。どんなのができるか楽しみです。はい、僕のゴミ拾いに付き合っていただきました。ありがとうございます。こんな感じで緩い、雰囲気でゴミ拾いやってます。今日のゴミですけども、まあ、こんな45リットルのゴミ袋半分ぐらいと空き缶が少しかな。今日はすごく少なめでした。いつも2つの公園を回るので、ゴミ袋1杯ぐらいになりますが、今日は1つだったので、まあ、半分ぐらいかなと思います。ゴミがなくなればいいなと思いますけれども、ゴミがないとゴミ拾いできないので、僕としてはゴミがあると嬉しいけども、ありすぎるとちょっとイラッとするというような感じですね。以上です。収集をしています。夜間ゴミは週1なので月1なので